なんか髪を切るとかで行くとか、髪質改善したい時に行くとかで染めてるわけでもないから行かなくてもって感じなんですよね。だから染めてる人とかは多分月に1回とかメンテナンスというか行かないとなんですけど、自分はね楽ちんなのでそういうのがないからあれ大丈夫なんだけど、だからこそなんか前髪を切るためだけに美容室行くのがもったいなくてだから自分で切るけど、なんか本当になんか自分で切れないなっていう時とか、メイクさんがいる時は、最近はもうメイクさんのことを信じてメイクさんに切ってもらったりしてるかも。うん、なんかちょっとだけね切りたいとかなら自分で切れるけど、結構ね今もね結構今こうなってるけど伸びちゃって、もうず伸びるの早いんですよ本当に髪の毛が。これペタンコにしたらもう目隠れ痛い目隠れちゃうから、今だいぶ浮いててこうなってるけど、本当はもうペタンコにしたらもうこんぐらい前髪隠れちゃいます。長いんですよね今すごく、これ隠れちゃう、目が隠れちゃう、そう痛いの、目に入って痛いから今分けてる。こうやってたら目に入って痛いんですよね。そうなんですよ。だからでしかも結構なんか髪が強いから目に入るとめっちゃ痛いから、今はもう目に入らないように分けてるかな。痛いですめっちゃ。だから早く前髪切らないといけないんだけど、メイクさんに会うことがもうあんまりなくて、切ってくれるメイクさんに会うことが、だからちょっと今はそれを待ってる。めちゃめちゃ伸びるの早いんですよ。みくちゃんって厄年になるの？え、厄年19歳とかでしたよね。私今厄年なのかなあ、どうなんだろう。でもそう思ったらなんか多分そうなっちゃう気がして、あんま考えないようにしてます。厄年とか、あ、蛇年だよ。あ、そう、蛇年です。あ、蛇年って読んでた。もしやはや自分はそうですね、蛇年です。蛇年になります。厄年気にしてなかったら終わってた。だって私のお父さんが結構厄年がひどくて、本当に厄年になると毎回交通事故を起こしちゃうんです。お父さん起こしちゃうっていうか、なんか車突っ込まれたりしちゃうんですよ。で結構今もリハビリもう終わったかな、でもめっちゃずっとに厄年とかで事故っちゃって、車突っ込まれちゃって、そうで、お父さんバイクだったから結構大怪我しちゃって、病院行って入院してリハビリしてなんとか少し歩けるって感じになったんですけど、ずっと大変でって、結構お父さんの厄年の時は本当にやばいから、厄年やばいかもずっと思ってた。そうでも今お父さん大丈夫なんです。そう、家族は結構、両親はなんかで結構大変だから、昔からもうミクが支えないとって感じでした。そうなんです、大変。初めて聞いたその話。そう、あんま家族のことはあんまり、だからあんま心配もかけちゃうしあんま言ってなかったんですけど、もう今は治ってきてリハビリもそろそろあれだから言いました。厄年の話になってたからね、怖いですよね。で、そう、絶対にお父さんね、お祓いした方がいいと思うのね。お父さんにみんな言うんですよ。お父さんの友達もお母さんもミクも、お父さんは絶対にお祓いした方がいいって言うんだけど、お父さんは一向にお祓いに行かないんだよね。もう絶対にお祓いに行った方がいいのにね。そうそう、本当に本当に絶対にお祓い行った方がいいのに、
お祓いに行かないの、なんでなんだろう。大丈夫大丈夫ってお父さん言うんだけどね、ミクから見たら全然大丈夫じゃない。あんまり信じないタイプなのかなって。わかんないよ、行こうとしないんだよ。ね、自信があるのでしょ。ちょっと待って、よだれてた。確かに面白い。お笑いやったら負けな気がするえみたい。そうなんか、そんなこと言うんだよ。本当にちょっともう面白すぎて。よだれかよ。そういう時って鼻水じゃないのか。そうなの、よだれでしたもん。よいしょ。パパリン男気あるだって。お父さんバンドしてとかロックですからね。バンドしてたので、なんか結構男の子に、男の人に人気だったみたいです。パパはなんかバンドしてたんですけど、ほとんどが女の子のファンだったんですけど、そこにの会場とかにいる男の人は全員お父さんのファンっていうくらい男性人気が高かったって言ってた。そう、ギターだったっけな、ギターでしたね。そう、女の子よりも男の人のファンの方が多くって、そうなんだ、そうなんです。男の人の方が人気だった。男ファン田中さんって、あ、そんな感じ。俺も男にモテるよだって。マジ。仕事の合間に来ました。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ニセピケ、リュチェルが反応すると思った。シュピケリン。雪見大福だって。雪見大福、雪見大福になれるよ。雪見大福、雪見大福、雪見大福でした。たこ焼きでした。くださいだっていいですよ。何個ですか。あ、1つ2つ3つ。あ、きびだんごか。たこ焼きどうぞ。たこ焼き、ほっぺたが多いから。美味しそう、これめっちゃもちもちしてる。ほら、
浮き出てきてるもん。ほらもうこれ、うわすごっ、これ餅じゃん。アートがついちゃう。うん、ここのなんかこの肉ほら餅じゃん。これもう餅、団子団子、ほら団子、すごい、え、すごくない？怖いんだけど、こんなにお肉ある、やだ、赤くなっちゃった、赤くなっちゃった、あ、叩いたらもっと赤くなるんだ、赤くなっちゃった、チーズパンみたい、ほっぺたがね、重いんだよ、チャームポイントだからね、伸びるほっぺたは、ほら、うん、こんなに、すごい伸びるじゃん、ホームベースみたい、ホームベース、ホームベースみたい、こんなベース見ない、ちょっとホームベースみたい、顔が赤くなっちゃった、うん、いやー顔が赤くなっちゃった、痛くはないんですよね、ほっぺだから、お肉だからか、痛くない、うん、触りたい、だってグリーンのほっぺを触るかい、どんたく博多でまであと1週間、そう29、楽しみだ、楽しい、なんか来てくださるファンの方いるみたいで、めちゃめちゃ楽しみ、こんばんはーって、ピピケンさんこんばんは、あい最近ショールーム来れなくてごめんね、え嬉しい、来てくれた、引っ張りすぎだなって、さ引っ張りすぎた、引っ張りすぎました、あかん、普通にチケット買おうと思ったけど、テレビでおとなしく野球観戦する、応援せなんね、ソフトバンクね、みんなで応援せな、むくみ取りの意味を、うん、でも顔熱くなったからいい感じ、あいうえお見に行くよ、だって楽しみ、なんかそのさあちゃんとその席があるみたいで、そこかなんかそありますよね、 HKT のわかんない、なんかそういうの詳しくないんだけど、なんか固まってるみたいでチケット買ったとこ、だから Q
みんなのこと見つけられたらいいな。ほっぺドラムやって。ほっぺドラムいい。いるほっぺ今日いっぱい刺激を与えちゃう。ん？ここだ。リズム刻めちゃ、いや、色、音変えれちゃうみたいな。会いたかったできちゃうんじゃない？できた。けどできた。うん、コラボしたいなって。コラボどうやってやるの。できないよ。ロマンティック病はさすがに難しすぎないか。ふわりふわり浮き上がれ。ちょっとじゃあこれ最後にするね。できちゃった。ちょっとだけ。おしまい。ピンダが赤くなっちゃう。すげえやんだって。あーってやっててシュールすぎる。ペタペタ。公式プロフィールに追加せなって。追加。ほっぺたドラム。今日が調子いいだけかもしれない。初めてできたからさ、今日が調子いいだけかもしれないけど、すごいできちゃった。ほっぺドラム。たーん。ほっぺはね、痛くないよ。全然痛くない。ボイパと一緒にツアーでやろう。ツアーで。ミクリは何でもね、スミクリは何でもできるんだぞ。なんかクマが最近ひどい。鼻を小さくする特技好き。どっちの花が好きですか？こっちとこっち。横から見たらね、低くなっちゃうけど。引く引くすんな。あっちどっち、あっちどっちどっち。あっちこっちでなっち。どっちも可愛いぞこの野郎だって。あ、チョッパーがおるよ。何配信で、確かに何配信だこれ。何配信になってるんだこれは。これは何配信なのだ。何なのだ。
まったり配信だって。まったり、そうだね、まったりだね。まったりまったり。バナーとかまいものアヒハ。ワンピースかな。最近見れてないよ、ワンピース。見なきゃ見なきゃ。なんかね、録画してたの、毎週日曜。だけど録画がなんか急に途切れる時ないですか。録画ができなくなってたんです。フグみたいだって。録画が途切れちゃってね、なんかね、できない、見れなくなっちゃった。そうだよ、イワンコフの真似だね。ね、道のり。お笑い芸人じゃないもん、ショールーム芸人だもん。いいんですよ、もみくはね、ショールーム芸人でいいんです。ワンピースで誰推し、ハンコックとエースが好きで、でもシャンクスも好きだし、みんな好きなんだけど、でもエースとハンコックかな、好きです。アイドルかと思った。だってアイドルかと思いました。それは間違いですよ。私はショールーム芸人です。私はチョッパーが好き。あ、なんだよこの野郎、照れるじゃねえかよってね、やつね、かわいいよね。ゾロはだって、あんましかも。普通好き、みんな好きだけど、あんまりなんか推しメンってなったことないかも。やっぱエースとかかな。芸人さんだよ、ショールーム芸人です。見えない？見えるでしょ？嬉しくねえぞこの野郎ってやつね。チョッパーの真似。チョッパー、なんか最近ね、なんかアニメとかも見すぎてね、なんかあれ、この声どこかで聞いたことあるって思ったらね、はい、あのチョッパーのやつかなとか思ってきちゃってね。あのさ、あのテンスラ見てたの、スライムになったみたいなやつ。そしたらさ、なんかこの声どこかで聞いたことあるなと思ったらさ、主人公のスライムさ、チョッパーの声の人と一緒なのかな。めっちゃ似てる、超一緒、本当にめっちゃ似てた、本当に。テンスラ、なんかそう思う時ある。でも一番びっくりしたのは、鬼滅の刃の忍さんが掛け狂いとかの声もやってたってことが一番びっくりした。幅広と思って。確かに聞いたら一緒なんだけど、なんか全然やっぱ言い方とかなんかよ全然違ってて、すごい。なんか声優さん、声優のねお仕事させてもらった時にやっぱ改めて、声優さんってすげえなって思いましたよ。プロすぎです。早くミクに新しいものまで披露して。もう芸人なんよ、思考が。面白い。どういう感じだ、なんか説明しにくいよ。そう、胡蝶しのぶさんね、鬼滅の刃ね。あ、リヴァイ兵長、あのねそこまであんましね、昔に進撃の巨人を見たからあんま分かんなくって、ただ内容だけなんか一部分残ってるって感じ。鬼滅の刃じゃない、なんだっけ、進撃の巨人、怖い。なんかグロくない、あれ。めっちゃグロいんだけど、なんか怖い。やっぱちょっとグロいのとか大丈夫だし、大丈夫ではないかな、あれだけど、なんか一人で見るってなるとあんま見ないんですよね、グロいの。
なんか誰かと一緒に怖いの見たりとか誰かと一緒にグロいの見たりするのとかはその場が楽しいからいいんだけど、一人でグロいの見れなくてね、一人でね見れないのあんまり、そこまで一人で怖いの見るとか一回もやったことないよね。怖くてお風呂も入れなくなっちゃう、布団から出れなくなっちゃうから、これ絶対に一人で怖いの見ない。ホテル行った時もテレビつけない、怖いから。たまにホテル行ってテレビつけたらなんかコマーシャルとかで貞子とかの CM とかあったりするの、あれ本当にやめてほしい、普通に怖いから。だからもうテレビとかも全部つけないの、そういうの目に入らないようにしてる。怖がり結構無理。そうですね、怖いですね。あ、エイリアンとかはいけるかも、かわいい。あれあれ、あれエイリアンか分からんけど、あれとか見てましたよ、 ET のやつ、なんかテレビでやってたから見た。みんながなんかやってるよって言ってて、あのさ、なんか宇宙の宇宙人と仲良くなるやつ、あれ、ああいうのは大丈夫だよ。あのあれあれ怖かったけど、最初怖くてなんかどうしようと思ったけど、うん、何もついてないテレビの方が怖いやん。そんな、それはない、それはない。ずっとそうしてるかな、知ってるからかな。うん、ET はね、ほっこりしたからまだ見れたけど、やっぱ最初の方は怖かった。なんか、音とかが無理なんよ。あ、女の子が一番怖いって書いてある人いる。それは女の子じゃなくて人間がじゃないですか。結局は、みたいな。でも人間の怖い部分あんまり見たこと、なんかあんまそのなんて言うんだろう、希望を持っちゃう。人間が怖いとか言うけど、きっと生まれた頃は赤ちゃんだったんだって思ったら、なんかあんまり人間怖いって思わないかも。なんかさ、なんて言うんだろう、いろんな大人がいて、いろんな怖い人とかいてって思ってうんってなるときあると思うけど、この人も生まれたときは赤ちゃんだったんだって思ったら結構なんか可愛いく思え、あんま怖いって思えなくなりますよ。だからなんか怖い、人間怖いとかなんかいう人は、そのに人も生まれた頃は赤ちゃんだったんだって考えたら、きっとその気持ちは薄れるはず。そうです、どんなに怖い人間でもその人は誰かに育てられて生きてこれたんだから、それを考えたらちょっとほっこりしますよ。うん、やめて、オンギャー言ってたけど、だってオンギャーって言って生まれてきたんですよ、その人も。あなたが怖いって思う人間も生まれた時にはオンギャーオンギャーって言いながら生まれてきたんよ、スポーンって。って考えたら心がほっこりするでしょ。そうそう。あれ、そう考えると逆に悲しくなる。だって、なんでそれはもうダメだ、ミクにはどうにもできない。うん、そうよ。うん。最初に喋った言葉はもう、最初に喋った言葉はもうオンギャーだから、みんなわかる？うん。俺もそう思うようにするよ、だって。そう思うようにしてください。うん。でもなんか怖いのは、話戻るけど、あんま見れない。怖くて。無理。なんかメンバーとその怖いの見ようよみたいになって見てもその後でトイレとかお風呂とか行けないから、あのメンバーについてきてもらわないと無理。電気消すのも嫌だ。なんかよくさ、怖いの見た後にさ、ちょっと電気消してとか言われるじゃん。嫌だとなる。一緒に消しに行こうよってなる。怖いから一人で行動できなくなっちゃう。うん、怖いのはあんま一人で見ることない。19歳頑張れ。多分もみこ大人になっても無理、大人になっても無理。
お化け屋敷はだみんだみんなで入るとか2人で入るとかなら全然大丈夫なんだけど、一人では絶対嫌だ、絶対嫌だ。まだなんか人間がやるお化け屋敷はまだ行けるかもしれないよ。そのお仕事で行かなきゃいけませんってなったらまだ行けるかもしれないけど、機械がやるお化け屋敷は本当に絶対に嫌だ。ロケでお仕事ですって言われてももう本当ちょっと無理かもしれない、唯一の。うん、怖そう。だって機械だもん。うん、全然お化け屋敷とか行ってないからほぼ忘れた。どういう感じか、機械はてな。え、なんか機械のさお化け屋敷とかあるでしょ、なんかね機械で動くの。あ、それはもう本当に無理。うん、お化け屋敷は女性と仲良くなるチャンス。面白い。無理。仲良くなれたことあります？ね、富士急のお化け屋敷とか怖いって言いますよね。富士急普通に行ってみたい。あ、絶叫系は好きなんですよね。心霊スポットは行けるよね。え、絶対嫌です。本当に行きたくないです。ミク多分引き寄せちゃうんですよね、わかんないけど。そんな気がして、もう本当に嫌だ。なんかね、テレビの企画で行かなきゃいけないってなった時も絶対に嫌です。本当に嫌です。絶対に嫌です。本当に嫌です。唯一無理かも。怖いのに無理なのに話の流れが怖い系になってるけど大丈夫？それも嫌だ。だから違う話する。え、ジェットコースターは、だってジェットコースターは本当に大好き。ジェットコースターほど楽しい乗り物はないよ。ジェットコースター本当に大好き。いつかね、あの一周ぐるって回るジェットコースターに乗りたいくらいジェットコースター大好き。なんかジェットコースター苦手っていう人にね、ぜひともジェットコースターの良さを知ってもらいたいくらい。あれは夜に乗るのも最高。夜あれほど夜景を綺麗に見れる乗り物はないよ、本当に。だってそれだったら観覧車とかの方があるじゃんって思うじゃん。でもジェットコースターはビュンビュン進むから1秒にいろんな場所の夜景が見れるよ。そう、最高じゃない？しかも風が浴びれるっていう。観覧車はさ、ちょっとしかさ、あれ開いてないからさ、無理じゃん、空気って感じじゃん。ジェットコースターは風も当たれるし、だから すごいドライブみたいな感じ、夜景が見れるドライブって最高じゃないみたいな感じのよ。本当にね、気持ちいいぐらい大好き。ジェットコースターは本当に楽しいね。何回でも乗れちゃうよ、ジェットコースター本当に大好き。めっちゃめっちゃ好きすぎて、なんかメンバーとなんか遊園地っていうかとか、ユニバーサルスタジオジャパンとか行った時もメンバーみんなお土産買ってる中、うちはね一人でねジェットコースター10回くらいね乗ってね、なんかそのはいそれでは皆さんみたいな、乗りますよみたいな方いるじゃないですか。の人にあまた来たのかって思われる顔を何回もされましたね。本当にもう覚えられましたね。あーまたありがとうございます、これで10回目ですねとかね、私がねあの乗る回数とかも覚えてた。そう、え、何十回でも乗れちゃうんだよ、本当に大好き。ジェットコースター風になびくの好きだよねって、好きだから前世犬なのかなと思うくらい好き。え、あのさ、何ドライブしてる時に窓を全開にするのも好き。犬みたい。風に当たるの好き。扇風機にちっちゃい頃よくあーってやりよった。好きです。あ、そうなんだ、見るも絶叫系好きなんだ。一緒に乗りたいくらい、富士急行きたい、一緒に。何何ループしとるって来てた。そう、ループしてるの。ループしちゃう。まあやっぱまとめ出しはできないからさ、そうそう、ループするしかない。超ループしてる。いくらでもループできる、楽しすぎて。うん、永遠ループなんだけど止まらん。うん、うん、オープンカーは一緒に。えー、なそれはちょっとあんまあれなんですよ、好きだけど恥ずかしくない？ちょっと恥ずかしくなっちゃうから嫌だ。
あ、でも釣り竿とか怖かった。ミクも怖かった。やったんですよ、ペイペイドームのところ。釣り竿ね、本当に怖かった。あれね、マークイズのところのね、本当に怖かった。めっちゃ怖かった。久々に怖いってなった。え、なんかさ、一人でなんかやるのは嫌なんよ。ジェットコースターみんなで乗れるけん楽しいやん。そうなんよ。なんかバンジージャンプとかも昔は好奇心旺盛だったからやりたいって感じで、AK ビンゴさんの企画とかでもね、まあ、怖いなと思ったんですけどやったんですよ。でも結構あれからトラウマになっちゃって、割となんかバンジージャンプまんまできないかも、本当に無理かも。バンジージャンプ確かにね、なんか昔はできてたんだけどね、今はちょっと怖いかもしれない。泣いちゃうかも。バンジージャンプはちょっと自分から行かなきゃいけないっていうか、なんかちょっとやっぱ無理かもしれない、バンジージャンプは。でもジェットコースターは結構好きで、なんか乗れば勝手にジェットコースター進んでくれるじゃん。だからなんか簡単に言えばなんか車に乗ってるみたいな感覚ですね。はい。 ね、バンジーできる人で度胸ありすぎるよね。ちょっと怖いかもしれない。もしものことを考えちゃう。もしもこれが切れちゃったらどうしようとか考えちゃう。無理。本当にだってちょっと怖かったもんな、 AK ビンゴの時。本当に怖かった。ゲテモノ食べるやつとかは、あー、それも無理。本当に嫌だ。なんか無理、本当に嫌だ。なんかね、あまねちゃんとめっちゃ前に一緒にご飯行って遊んだんですよ。そう、月橋ちゃんとね、卒業してから。そしたらさ、月橋ちゃんがさ、ゲテモノお店ができたからそこに行ってみたいんですって言われて、え？って思って。でも私もちょっとは興味あったから、まあ、行ったら本当に虫で、普通に怖くて、試食できますよって渡されたのが虫だったんですよ。いや、いいですって思って、いらないですって思ったらさ、あまねちゃんがさ、いいんですか、ありがとうございますって言うと平気で何個か食べてるの。本当に無理って思って、本当に信じらんないと思って、本当にだ、大丈夫そうって思って。無理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 、美味しいですって言われても無理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 。なんか虫っぽくないやつも渡されたんですよ。なんか私がそこにいた、なんかそのお店の人が結構勧めてくる方でね、じゃあ虫苦手で食べない方もそこまであんまりみんなが食べれるようなものありますよみたいな感じで渡されたのが、なんかあんま確かに分かんなかったけど、それを想像しただけでも、無理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 ってなって、無理ってなりました、本当に。あまねえってやまねえみたいに言わないでください。栄養はあるみたいだけど無理無理無理。でもなんかあまねに、でもミクさんってなんか勝手にご飯の中になんかゲテモノ入っても気づかないで美味しいって食べてそうですよみたいなこと言われて、って言われ、まあ、確かにと思ったけど。 でも無理、味がどうこうとかいう見た目が無理なんですよね、本当にね。その後あんまり何個か買っててびっくりしました。無理です、本当に苦手です、ちっちゃい頃から。わかる、それはそう。 でもみんなもそうじゃないですか。 みんなも多分ご飯とかに勝手に入れられても分かんないですよね、きっとね。みんなもそう。 そんなことないだろう、だって。 でもちょっとそんなことあるかもって思っちゃった。あ、そうだ、ねえねえ、最近ね、ご飯の話になってめっちゃ申し訳ないんだけど、いつもご飯の話になっちゃう。最近おいしいって思ったものがあって、本当に最近ね、久々に感動したんだ、感動したんだって。 あのね、私さ、ずっと台湾と香港に前ライブさせても行った時にね、メンバーみんなでね、ご飯をよく食べてたんです、ライブ終わりとかによく。でそこで食べた北京ダックが本当に美味しくって忘れられなくって、でもお店に行ってね、まあ、北京ダック頼むけど、なんかちゃうんだよね。なんかやっぱ違うの、ちょっとなんかちょっと違うってなるの。お肉たっぷりだったのに、北京ダック台湾と香港で食べた時は、違うお店、日本で食べた時はなんか皮、ただの皮を包んで食べるみたいな感じで、なら餃子の方が美味しいじゃんって感じだったんです、本当に。でも、この間ね、ユニバーサルの方から、
おしゃべり会の時に差し入れをいただいて、ケンタッキーの差し入れが来て、でケンタッキーの差し入れ来たって言ったけん、ケンタッキーのチキンなんかなって思ったら、なんか違ってね、なんか照り焼きとブラックペッパーとかのなんか春巻きではないけど、なんか巻いてあるやつが来てね、なんかこういうこんぐらいの大きさの、なんだろうと思って、してなんかナッピが、これめっちゃ美味しいですよって言ってて、そうなんだって言って、最初はなんか、食べないどこうかなみたいな感じで思ってたんだけど、したらナッピが美味しいって言うけん、本当にいいって、どっちが美味しいって、どっちも美味しいですって言われて、でみくんは照り焼きの方を食べたんだけど、めっちゃ美味しくって、本当に。でね、そのね、包んであるものが北京ダックの完全にそれの皮だったんですよ。そう、ツイスターだね、だって。お、ツイスターか。それが本当に美味しくって、照り焼きのあの味で、なんかもうその包んである皮がもうまんま北京ダックで、本当に美味しかったです。めっちゃ美味しかったですね。いくらするんだろうあれね。でもケンタッキーやから安いやろね。安いよね多分。そんなね、バリ美味しいよね。食べたことありますか。あれめちゃめちゃ美味しくってびっくりしました。チンしないで食べたんですけど、チンしないで食べたら美味しかったです。安いだろうってね、本当に。テリヤキツイスターっていうんだって。お昼だとね500円くらいだった、だって。おお、390円くらいだった気がする、だって。おお、単品で340円だって。サッシーじゃん、340円だって。本当に美味しかったんですよ。そう、でもねそれをね340円食べるのすごい本当に美味しくってね、また食べたいってなってる。なんか久々に美味しいものに出会えてめっちゃ嬉しかったです。あれ好き、結構ドタイプ本当に美味しかったです。最近の感動した、それに。お手頃価格で安心だね、本当に。今度食べてみようと。みくも今度、なんかもう一個の方も気になってたんですね、マヨみたいなやつ、ブラックペッパーマヨみたいなやつも、そっちも食べてみたい。なんかちょっと辛いらしいですね、そっちの方。ツイスター共感できるの嬉しい。うちも嬉しい、みんなが共感してて。意外とツイスター初めてだったんだね、だって。初めてそういうのがあるっていうのを知りました。いつもケンタッキーとかあんま食べないですよ。お父さんが苦手でケンタッキーあんま食べないんですけど、そう。でもね、たまに昔よく食べてたけど、チキンとかしか食べたことなくて、とかポテトとかしかなくて、そんなのもあるんだって思ってびっくりしました。早く食べたいです、また。本当に美味しかった。やっぱり油が苦手。お父さんは鶏が苦手なんですよ。そう、チキン系、鶏があんまり好きじゃないから、そう、油っぽいものも苦手だと思う、多分。そう、他にもおすすめありますか。でも最近は結構それに結構感動したかも。あとはあのセブンイレブンの黒いパッケージのトロッとゆで卵でも、あれ一生綺麗に割れないんだよね、いつもちょっと汚くなっちゃう。ハンバーガー食べるの、ハンバーガーとかめっちゃ大好き。私結構よく食べますよ、本当によく食べる。びっくりされる、みんなに。いつも太るよって怒られる。そうですね、タンパク質多いけんいいですよね、チキンね。鶏の唐揚げとか、いけると思う。どうだろう、皮が苦手なんですね多分お父さんは。そうなんです、美味しいものは太っちゃうから困りますよね。何バーガーが好き。これもまたあれなんですけど、
ユニバーサルさんから差し入れてもらったハンバーガーがめっちゃ美味しくて、あれ何バーガーだ、なんか写真撮ってね、前ちょっとインスタのストーリーにあげたんですけど、ベーコンのあの分厚いバーガー、あれが今まで食べたハンバーガーの中で一番美味しかった。どこのハンバーガーかわかんないんですけど、ユニバーサルさん優秀すぎて、いつもご飯美味しい。あ、でも今日漫画アクションさんの表紙担当してますみたいなインスタストーリー上げてる写真にお茶の写真があると思うんですけど、そこそこのハンバーガー屋さんなんですけど、でもストローのそれだけ見てわかるわけないか、わかるかなファンの方ならとか思ったけど、まあ、きっとわかんないですよねきっとそれだけじゃストローの部分だけじゃわかんないでもそこと同じ、それとついてきてたそれがお茶です、ティーです。一人でマック行くの、一人でズームで劇やってた時は一人でマック頼んでましたよ。チーズバーガーとかマックが大好きで、出前をするならマックかスタバがあったりスタバですかね。今見てきて納得絶対分からんマック行った、マック美味しいよね。うん、お風呂行く、休みクリーンかもしれない、バイバイだって、ありがとう見てくれて、バイバイ、寂しいな、バイバイするのは寂しい、にご飯作ってあげて嬉しい。ミスドはミスド、ミスドこの間久々に食べましたよ。抹茶をやってるじゃないですか、だからそれで食べた、美味しかった。抹茶黒蜜みたいなの食べたんですけど美味しかった。寂しがり、本当に寂しい、なんか会えないとか聞いただけでってなる、本当に無理、寂しがり、寂しい、自粛期間中ずっと病んでた、会えないし何もできなくてメンバーにも会えないし、あーあーって思いながらずっと病んでた、だから久々に会える、こうやってショールームとかでしかお話もできなかったから、ショールームとかやるともうファンの方とお話するのがもう楽しすぎて、楽しすぎてもうおでこに肉とか書いちゃうし、もうテンション上がりすぎちゃって、その期間は全然みんなに会えてなくて、あ、よく変なことやってたな、恥ずかしいです、テンション上がりすぎちゃってみんなと話するの楽しくて、スクショ残ってますって、やだ本当にやめてください、不意に笑ったって本当にやだ、そう、もうそこでしかみんなとあんまお話できないから、でも今はオンラインとかもあるし、劇場でお話し会とかもあるし、会いに来てくれることがすごく安心するんだけど、やっぱ会えないってなるのはちょっとなんか辛いな。肉は酔っ払いかと思ったよしかもその時期の配信、前田さんに見られてて、市長さんに、あれでも本当にやばいって思って、怒られるかなって最初思ったんだけど、多分その時もあんまりそうお話したこともなかった、元気だったねって言われて、あーと思って、やばいやばいと思って前田さん本当にやらかしました。
怒られるかと思った。な変な配信しちゃって。ミックスやコールも聞きたいって。いつかファンの方のね声でね聞いて踊りたい。もうすっごい楽しいと思う。でも全然まだ絶対できないだろうから。そう、また福岡もね時短営業とかも始まってだからって感じね。いつまで続くんだろう。本当に嫌になっちゃうよね。本当にね、本当に嫌になっちゃうよね。乗り越えようね。いつまでだよって話だよな。でもさまださ、あでもそうだよね、本当にいつまでって話だよね。もう無理だ。もうなんかどんくらい何年も経ってるじゃんね。ミク普通に来年の今頃にはなくなってると思ってた。めっちゃ続いとるじゃん。こんなことになるなんて誰も思ってなかったね。本当にね、去年の今頃はでも自粛とかしてたからまだこうやって活動させてもらってることがすごいありがたいし、めちゃめちゃ嬉しい、ね、早くいつも通りの鼻がかゆくて書いてました鼻がかゆい。信じて待つしかない。やだな。ショールームでミクリンに言われるのがせめてもの救いだね。でもお話し会とかあるから来てくださるじゃないですか。それが嬉しい。今日は何時まで？今日ね11時半とかに終わりますね。あと1時間もなく終わります。長々と。そう、今日本当はねオンラインのお話し会完売させてもらったのがありがたかったので、お礼を直接したいなと思って配信したんです。なんかちょっとけど、ありがたい。本当にありがとうございます。嬉しいです。やっぱ支えてくださってたくさん、なんかHKT にも貢献できていることとか、そうやってあとはたくさんの方が会いたいって思ってくれてるってことがやっぱ数字として出ちゃうから嬉しかったです。本当にありがたい。あんましなんか数字とかは気にしないようにしようって思ったりとかもするんですけど、なんか大事なのはやっぱファンの方が会いたいって思ってくれて楽しい時間を過ごすことって思うんですけど、やっぱなんだろう、気にしてしまう部分も自分の中ではねまだ未熟なのであって、なんか楽しいことばかりにしたいなとかも思うけど、もう自分が本当に未熟すぎてね、もうそればっかりにはできないから、まだそのまだっていうかずっとだから申し訳ないんですけど、気持ちもありつつでも楽しみつつ本当に嬉しいです。やっぱりちょっと気にしちゃうので、数字とかって気にしないようにしてても、だからオンラインの方は追加された分完売できたのも嬉しいし、そのオンライン追加される前のも完売できてたの嬉しいです。あとは直接お話しする
お話し会が、あと2つくらい申し込みができるから、たくさんなんか申し込めなかった人とかが会いたいなって思ってくださる方が来てくれたら嬉しいな、楽しみにしております。はい、そうですね。でも本当に嬉しくてありがとうございます。楽しみ、早く会いたい、めっちゃ会いたい、楽しみ、楽しみすぎて、楽しみすぎて、お話しするの大好きだから早く話したい。うん、めっちゃ嬉しかったもんな。やっぱ応援してくれる人が多ければ多いほど自分は嬉しいし楽しい。ありがとうございます、支えてくださって。あとはマンガアクションさんの表紙ナッピと一緒にやるのと、なんか最近なんか告知ばっかりで本当に申し訳ない、面白くないよね、ツイッターとかストーリーもねあんま更新しない人なんですけど、告知ばっかりなんて申し訳ないですよね。でもたくさんミクのファンの方すごい表紙とか喜んでくださっててめっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。うん、なんかきっとミクが表紙嫌だって思う人もいるかもしれないんですけど、でもなんか自分が表紙を飾って少しでも HKT のこと気になってくれたりとかミクのこと好きになってくれたりする人が増えたりなと思うし、こうその雑誌の方にもせっかく表紙にさせていただいたから貢献できたらいいなって思います。なんか声のトーン的になのか話してる内容なのか重くなっちゃってる気がするけど大丈夫かなでもなんかめっちゃ嬉しい、ありがたいので、自分はもうファンの方が喜んでくれるのとミクのこと新しく好きになってくださる方とその雑誌の方に貢献できたらいいなっていう気持ちでいっぱいです。うんね、本当にありがたいですよね。もう私でいいんですかって思うくらい本当にありがたくてめちゃめちゃ嬉しいです。ファンの方もたくさん申し込んでくださってみたいんで本当に嬉しい。なんか雑誌見てね好きになりましたみたいなこともよく聞くんですよ。だから本当に嬉しい、ありがたいですよね。黒目が大きいのね、黒目ちっちゃいよ、本当に嫌だもん、黒目ちっちゃいの。三白眼になるよこうやったら、ここ三白眼になっちゃう。あの教師は目を引くよねって本当ですか、めちゃめちゃ嬉しい、たくさん喜んでくださってありがとうございます、本当にありがたい。うん、これからもそういう機会が増えたらいいなと思います。個人的にはまだまだその自分の目標がたくさん雑誌の表紙を飾ることって前言ってたからちょっとずつ叶っていけてることが嬉しい。早くね紙面も見たい、中身も見てみたい、どんな感じになってるのか。うん、いや黒目の大きさは日本人ほぼ同じよ。あね、目の形とかなのかな。でも絶対違うと思うよ、それは
絶対違うと思う。だってさ、明らかにナータンの黒目は大きいもん。絶対一緒じゃないもんね。絶対違うよ。明らかにナータンのお目目、黒目は大きいもん、実際にあっても、うん、多分ちょっとは違うけど、1ミリとかでもだってだいぶ違いません？これで。だからじゃない？そのほぼのほぼがあれなんだよ、変わるんだよ。マックスは黒目しかないそうだね、マックスは黒目しかない。あ、すごい、センチさん面白い大好き。いつもセンチさんって本当にミクが喜ぶことばっかり言ってくれるし、ミクが思ってることをね、もうなんか書いてくれたりもして、本当にセンチさん好きなんですけど、インスタのストローから、推定するに、表参道のグレートバーガーですかね。だってすごい表参道のグレートバーガーだって、すごいよくわかりましたねインスタのあのストーリーだけで。しかもハンバーガーではなく、ただのお茶のストローだけで推察、探偵さんじゃん、ありがとう。それが一番好きなハンバーガーですすごいすごい、コナンみたい。テレテン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 。店舗検索してる間にミクリンがいい話してて言い出しにくかったですだってごめんなさい、めっちゃすごい、ありがとう、すごい、本当にすごい、びっくりしちゃった、すごくて、すごく美味しかったです。でも表参道やけんな、福岡にはないのかな、同じ、本当に美味しかった。表参道いいですね、表参道好きだから嬉しい。新一登場だって、新一ならぬ新一かあ、違う、新一ならぬ新一がすごい、ね、全然私だって分かんなかったもん、おしゃれすぎて入れんやって、マジか。確かにちょっとびっくりしちゃうよね、うん、すごい才能、表参道にはあるのに裏参道はないんだって。裏参道、東京、すごい、誠一さん白うさぎさん起きなさい、2位の白うさぎさん起きなさい。起きなさい。あれ、一のトロトロサーモンさん。あれ、海保ケーマンさん。え、みつのりさん。あれ、KSK さん。つかじさん。ジジリンゴさん。あれ、リューチェルさん。あれ、どうしよう、アイリーン。草生やしてるけど。あれ、オケさん。あれみんな、あれあれ、ケンケンさん、あれアイスさん、あれ起きなさい、あれあれ、おやすみさん、あれアイリンさんあれあれ、みんなエプトラさんまで、あれあ、アルパカさん起きなさい、あれもみんな寝ちゃったかな起きなさーい、笑いが止まらんよ、だってアイリン一緒に起こそうよあー、ガチで眠ってました、おはようございます、だって、あ、おはようございます
あれみんな ZZZ あれみんな ZZ になってる、あれ ZZZ になってるんだけど、えどう、桃色クローバー Z じゃないんだからさ、みんな ZZ になって大丈夫、グー Z かっこいい、なんかこのなんかみんな2になってる、2になってるよ、2になってるよ、起きなさい起きなさい、ねくもちゃんインスタに起こそうなんか呼びました、めちゃめちゃ呼んでます、起きろって呼んでるんですけど全然みんなが起きて、にになってあれにゃんにゃんかな、みんなに猫になっちゃったかな、にゃんにゃんだって、みんなにゃん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 だってあなんかちょっと白鳥に見えてきた、にが多すぎてやばい、目がまひっちゃってる、やばいかもこれ、白鳥に見えてきちゃった、なんか可愛いね、にって白鳥みたいで、好きな数字が2になりそう、白鳥みたい、はにゃーだってやばい、猫に来た、次はみんながコメント欄で遊び始めちゃった、どうしよう、ほらやめなさい、はにゃーってスーさん助けて、にゃーおーだってやばいやばい、これ白うさぎもいつまで寝てるんだあんたはハニーハーって、あ828ってハニャーって、ほらもうサイの誠司さんだけめっちゃ起きとるやんけ、めちゃくちゃ目開きとるやんけ、ほら堀ちゃんとかも元気よ、もう「アイズワンミー」っつって「アイズワン」っつって超元気よ、みんな偉いねちゃんと起きててね、ほらほらもんもんしとるみんなすよすよーって起きた？あ、おはようございます、まどかお神吉さん、おはようございます、ありがとうございます、おはようございます、どうしま、なんか夢でも見てましたか、おはようございます、はっはっは、もう大丈夫だ、なぜかって私が来た、それはもうオールマイトやないかいミクリンは眠たい、ミクリンはね、あんまり眠たく、普通くらい、なんかリラックス環境でも寝ようと思ったら寝れるかな、わからない、普通くらいかも、ねえねえ本当に髪伸びた、ほら写真見返してたらさ、切った時こんくらいだったのに、パン買ってきました、ただいまです、パン買ってきたの、イエーイ、お疲れ様です、めちゃくちゃ髪が伸びました、みんなノリがいいね、そうだよ、みんなノリがいい、みんなノリがいいですね、あ、海苔といえばなんか海苔梅みたいなやつめっちゃ美味しかったな、この間コンビニとかにあったやつ、ファミマとか美味しかった、女の子の髪伸びた報告相当すぎる、え恥ずかしい、やめて、確かに不思議、髪伸びたよって言ってそりゃ伸びるわなってなるわな食べ物食べ物になっちゃった、うん、このコメント欄の団結はすごい、そうなの、団結すごいの、大好きみんなのこと、うん、お洋服かわいいねだって。
ありがとうございます。四次元ポケット、みんな和気あいあいとしてるのすごくいいと思います。そう、すごくいい、よろしくて。パーカー暑くない？暑くない。なんか窓からね、うっすらね風が入ってくるからちょっと寒いの、いつも。暑くない、いいルーム。え、そう、すごく本当にいいルーム、大好き大好き。指導の賜物ってみんなよく指導しちゃうから、うーん、肌がかり、あくびが出てきた。みこも眠いかも。あくび出たら本当に涙出てきそうになっちゃう。あくびしたら目がさ、いつも潤っちゃう。あくびしたら鼻かゆい、鼻が赤い、泣いてる人みたいになっちゃう。ねえ、鼻赤いよね、毎回あくびする。そう、あくびしちゃうの、こうやって。あくびすると涙も出てくる。鼻赤いし、泣いてる人みたいになっちゃう。ゲッツローテさんはいつも何かしら褒めてくれますね。あらら、自然体で美しいって、いつも何かしら褒めてくる。優しい人ね、優しい人ね、あなた、あなた優しいよね。うん、うん、肌綺麗だって。うん、肌荒れてきたからね、今度ね、なんかしに行く、肌の綺麗にするのしに行ってくる。マスクしてるからここら辺が荒れてきたから、今度なんかやってくる、綺麗にしてくる。まつげ長くと羨ましい。まつげ長くないよ、抜け始めてきた。まつげ長くない、本当に。今マツパしてるだけで、マツパもちょっと取れかけてきたけど、うん、自分磨き素晴らしい。そう、可愛くないとね、好きってならないからね、可愛くいたいの。メロメロにさせちゃうぞっつって、可愛くね、そう、女の子みたいなねことをしているんだ、女の子だから。まつげパーティー、まつげパーティーということ？そのまつげ上がってる今。もうメロメロです。本当ですか？メロメロメロ。メロメロだって。やった。スマホに語りかけてやったことないけど、最初と、なんか最初大丈夫かなって思ってたんだけど、でもなんかさ、みんなコメントいっぱいしてくれて、見てくれて、なんか本当に実際に会ってる気分になっちゃう。顔は見れないけど、まあ、知ってる人は顔が想像できちゃうというか、そう、出てくる、あーこの人だーって、
でもショールームでしか会ったことない人とかは勝手に想像しちゃうよね。なんか自分の中でイメージが出てきちゃう。こういう人なのかなって。楽しい。早くいつか会いたい。そう、会ったことない人も多いから。みんなに会ってみたい。ピエンをイメージしてください。え、差し伸おじさんはだってオンライン握手会とかもよく来てくれるから、想像しなくてもわかそっちの方が出てきちゃう。なんかオンライン握手会とかの方がイメージ変えてみようと。え、どういうこと？イメージ？でも毎回なんかそんな面白かったっけな。ミク様優しい。なんでミク様なので、月末さん本当に面白い。久しぶりに間に合った。え、ピースのおっさん久しぶりだ。イメージと違う人多い？だって、うん、確かに。お、違う。うん、確かに多いかもしれない。割と、でも仲良くなったらなんか第一印象は違う人多いけど、仲良くなったら、ああ確かにあの人だなみたいな感じになるかも。なんかね、うん、でも割と多いかも。なんか私の経験上、コメント欄とかでよく結構バリバリ仲良かったのに、会った瞬間にいきなり敬語使われたりとかします。え、なんか本当に同じ人かなみたいな。本当に嘘で名乗ってるだけなんじゃないかとか思うけど、なんかめっちゃバリバリショールームとかで、ね、仲良くなってめっちゃはっちゃけてたのに、実際に会いに来た時に敬語使われたりとか、意外となんかあんま喋ってくれないみたいな人も言ってびっくりしちゃう。そりゃそうなりますよ。みくびっくりしちゃって、なんでそんな感じなのと思って、普通に話してくれていいのに、みんななんか緊張しちゃうのか、なんか、え、はじめまして、自分はですね、で、みたいな感じで、面接みたいな感じになってるから、面接じゃないんだよ、と思って。本当に面白い。私はどんな人だと思う？男、女？え、男かな？わかんない。それはあんまわかんないけど。ねえ、真面目ですって。そうね、真面目な人多い。なんかめちゃめちゃ結構毒とかも吐いたりとかしてたのに、会った瞬間そういうのも一切なくって、いやもう本当に好きですみたいな感じで、え、びっくりしちゃう。面接じゃないんだよと思う。本当に俺のこと覚えてない。え、結構ショールームね、最近はね、来る人もなんか同じ人もなんかもういいから分かっちゃうよ。ほとんどの人認知してるかも、ショールーム。ここコメントしてくれる人、頑張ってください。ありがとうございます。どんなイメージですか、滝戸さん。うん、でもみんな優しいじゃんね。うん、イメージ気になる。会ったことある人はさ、そのままよ。なんか、うん、ミクリンのファン女の子オタク多い？え、多くない、全然。な、絶滅危惧種並み。子さんも新規も全部絶滅危惧種になっちゃうけど、女の子は少ないかな。 SNS とかは女の子結構いるんだけど、結構握手会に来てくれる子ってなると全然いない。濃い人しかいない。本当にすごい応援してくれる女の子か、本当に濃い女の子かしかいない。あとはみんな、インスタとかが多いかな。そうよ、ゆかりんとかも絶滅危惧種。本当に最近全然同じ人ばっかりに会ってるからさ、なんかミク
本当にミクのファンの人自体がもう同じ人ばかりで絶滅危惧種って感じになっちゃってる同じ人ばかり会ってる。本当になんか毎回来てくれる方も同じ方とかばかりで、なんか AKB さんの握手会させていただいてた時は結構ほぼほぼ新規の方も多くてって感じだったんですけど、やっぱ HKT のシングルは本当に同じ人だからいつか AKB のそのお試しでもなんかその初めて来た方とかの方もいつか HKT のシングルで来てもらいたいなとか思います。初めてミクの件のことって本当ですか、ありがとうございます。で楽しみラブさん、でもちょっと申し込みシステムも変わってたりするのかな、同じ人って何、え何人っていうかほぼ同じ人、嬉しい、本当に嬉しい。どうして、あこの声えごめん、普通はいつもこういう感じやっぱなんだろうな、自粛期間でイメージついちゃったのかな、なんだろうね、そういう感じの子って多分思われてます。まあでも別にいいんですけど、元気ないって思われちゃうのは嫌ですよね。全然いつもなんかそう疲れてるとか思われちゃうかもなんですけど、結構ミクのことを昔から応援してくれる方は最近がおかしかっただけであっていつもこんな感じなんかいつも握手会とかもたまにもう本当になんかめっちゃイエーイってなる時もあるし、こういう感じで普通に話してるよね、わかんないいるかなでもこういう感じで普通に話したりする、普通にいつもこんな感じで握手会とかも本当はこう、まあ、人によって違うけど、落ち着いてる時は結構こうやって普通になんかまとめ出しの時とかこういう感じで話してる、してるよって、あるあるって、え、うん、ありがとうって言って感じかもあんま好きじゃないなんかそう、多分私は結構テンション高いイメージだと思われて、高いんですけど今もなんかイメージいっぱいいろいろついちゃいますよね。おかしかった期間がなんかおかしかったって言わないでおかしくはないけど、あれも私なんだけど、これも普通にこういう感じ、普通に普通ですけどね、自分からしたら昔からこういう感じ、うんですかねいつもこんな感じだよ、たまにテンション、たまにでもないんですけどテンション高い時もあるし、これもいつもこんな感じだし、楽屋でもそんな感じなの、楽屋はあんま話さないかな、喋るの珍しいかもっていう時もあるし、めちゃめちゃ喋ってはっちゃける時もあるし、ショールームと一緒変わんないいい感じって、あそんな感じいい感じいい感じいい感じ、こういう感じの時もある、全然多分どうだろう、いろんな感じかな、どうだろう、でも今普通かも、この感じ好きなのよって安心する、わかんないけど握手会とかオンラインとかに来ないとわかんないですね、配信だけだとミクがどういう感じなのかとか全然わかんないですよね、配信だけ見てたら全然握手会と違う、また逆にがっかりさせたら申し訳ないな、ないな大体はこんな感じかも、声もいつもこんな感じ、あんま好きじゃない、元気なさそうに見えるでしょ、そうだからいつも割と気合い入れというか、なんかそういう時はありがとうございますって
貼るんですけど、なんかこうあんまり声を張らなくていい時とか、ゆっくりとかまったりの時とかはいつもこんな感じ。なんかちゃんとハキハキ喋ってって言われるけどね、滑舌も悪いし、うん、こんな感じですよ。みんな眠くなるって言います、ミクの声だからたまにさ、わーとかさ声出すとさ、わーってなるよねそうそうそう、本当にすみません、ちゃんとしなきゃ。なんか MC とかは結構頑張んなきゃとか、なんかしっかり話さなきゃとか思って、なんかテンションをとりあえず高くしなきゃみたいな、とりあえずなんか頑張れみたいな感じな気持ちになっちゃって、そうですねみたいな感じでわって話すけど、普通はこんな感じでも塩対応じゃないよねって、塩対応ってしてって言われるから塩対応ではないのかも、わかんないです。でも好きだからみんなのことが、だからなんか逆に塩対応してみって言われる方が難しい。ほら、ねえみんな寝るいつもこういう声で話すとさ、みんな寝るんだよ本当にねえ起きてもう終わっちゃうから、途中5分くらいで起きなさい、本当に後で寝なさい、全く持って、本当にペチンするぞ、ペチンパチンするぞ、うんうん、なんか MC とかはなんか誰を見習うとかももちろんあるけど、なんか元気がないとか心配されるのがあんま好きじゃないから、なんかこういう感じで MC 話すとやる気ないんじゃないかとかって思われちゃいそうで、とりあえず自分はもう元気に行かなきゃって感じになっちゃってなっちゃうのね。そういう感じだから、こういう感じで MC は話せないかな絶対なんかステージに立ってる時とかとはまた違う私です。今落ち着いてるからいけるけど、こういう感じで、あ、ペチンされたデコパチンするぞ、うん、喉が痛い時ってどうしてますか。めっちゃゴロゴロしちゃう、こういうところなんかゴロゴロしちゃう。話し会話は緊張して喋れないかも。横浜は直接は初めましてだから、めっちゃ喋っちゃうミク。お話し会とかもおしゃべりちゃん、おしゃべりちゃん、おしゃべりちゃんです、本当に本当におしゃべりちゃん、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ喋って次から次へと話題が出てくる、もう大変だよね。わかんない、その日によるけど、アイリンですって言ってくれたら、横浜好きだ、だって横浜嬉しい、早く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 みんなに会いたい。この近さでしっとり話して惚れてまうやろ、だって、あ、やだ、天空さんかな、ってことは今まで惚れてなかったってことですよね。ああ、ダメだ、それはもう悲しいな、泣いちゃう泣いちゃうな、そういうことですもんね。なんかもうミクリン好きになりましたとか言って、今まで好きじゃなかったってことになっちゃいますもんね。あらら、あーおおうん、泣かしたって常に惚れておりました、本当、うんうん、揚げ足を取るものではないですよお嬢さん、だって面白い、いやいや別に揚げ足取ってるわけではない、あ、そうやってミクのことそうやって悪い子にしようとしてる、ああ、そうだ、ひどいなひどいなひどいな、泣いちゃうな、そうやってミクのことそうやって悪い悪いようにそうやってしようとして、よかミクはわかるぞ、嫌だなーつってひどい最低女の子難しいって言って刑事さん
え、ひどい。そんなミクのこと難しいって言って、ああひどい、もう泣いちゃうなーって。ああひどいなー、ひどいなメヘラなって言われて、あひどい、ミクのことそうやってすぐそうやってなんかそういう例えにするところ嫌だな、なんかひどいな、悲しいな、泣いちゃうな。ミクリンの取説を教えてください。たくさん応援してミクに愛をくれないとダメ。褒めたら伸びるタイプ、目移りするともう泣いちゃう、もう好きって言ってくれるのが本当に安心する。ご、たくさんたくさん一緒に応援してくれる人が大好きです。もう取説あんま難しくて分かんないんですけど、褒めたら伸びるタイプだけはマジわらだって、わらわら褒めたら伸びるんです私、説明いらない、好き、あ好き。面白い、全くおなごは難しい生き物だ、だって面白い、場合の立場は面白い、お兄ちゃん束縛タイプですね、かも、好きだからダメかな、好きだからね、確かに、束縛、あいやでもそこまで束縛でもないかもしれない、本当にだってまあ相手のことを思うとまあそうだよね、仕方ないよねってなるけど、まあ確かに束縛しちゃうかもしれない、好きすぎて、好き好きで、うん、ミクリンと同じタイプなんだけど相性抜群だって、ああもう相性抜群、もうイエスイエスイエス、されるのはだってうるせえってなっちゃう。ミグリンも他の人と握手しないでって言われた、うるせえって言っちゃう。ひどい。うるせえって言っちゃう、バカバカーって、バカバカアルパカーっつって、わがままみくりひでーって言われ言ったことないんですけどすごい反抗期、言ったことはないんですけどちょっと言ってみたかったです、そういうことを。でも実際に言われたことあるけど謝っちゃいますね、本当に、なんかみくが他の人と握手するのを見るのが辛くてもう嫌だって、握手会嫌だって言われたことありますよ、実本当に、でも本当にごめんねっつって、でもみんな一人一人が本当に大切なんですって言って、めっちゃ真剣に説明したしたら分かったって言ってくれました。実際みんな大切なんですって言った、分かったっつって、握手会でバカバカアルパカって言ってほしいだって行ったことないんだけど、私はあの人にバカとか、バカあるかな、わかんない、仲いい人にはノリであるけど、言ってみよう、言ってみるね、言ってって言ってじゃ、おしゃべり会って声張らないとダメ、そうですね、私も張ってます、
声張った方がいい、絶対聞き取れないからね。マスクしてシートもあるから余計に二重になっちゃって聞き取りにくくて、割と張っていただけたらありがたい。言ってるイメージで話すのは良くないですよ、本当に。ミクリーネーン並んでる時にミクリンとファンさんが楽しそうに喋ってるの眺めるの好きなんだけどなって。はい、もうセンチさん好き。アリンですって言った後に言うねって言ったら、アリンですって言った後にお時間ですって言いますね。ひどい。今日もひどい、本当に。ダメだダメだ。みんなに。嘘ですよ。信じないでくださいね。可愛い発声練習しないとって言ってる。会いたいだって。直接会えるやつならまだ申し込みできる。追加分が。ミクさんはがいたずらっ子の顔してる。バレた。バレちゃった。それは逆に笑っちゃうかも、だって私も笑っちゃう。ブラックミクリン見え隠れしてる。そう、ブラックミクリン出さないようにしてる。推しが卒業してから唯一可能な限り来るミクリンの配信、こう星もう楽しいし、ミクリン可愛いので、ありがとう B45A さん。髪ありがとう、嬉しいな。髪の毛は染めんと大変そうだよね。でも今のところ予定ないよ。見たい？予定ないし痛みそうだなとかも思いながら、わかんない。でも10代のうちはずっと黒髪でいたい。はにゃーってはにゃーって、そう、髪が傷んじゃいそうで。茶髪とかはしたことないの。今まで一回も染めたことないです。黒髪は結構気に入っています。あと半年？何がですか？でもなんか染めたいって思うこともなくて、なんかミクは染めないですって言うといつか染めた時に嘘じゃんってなるから、断言は何事もしないようにしてるんですけど、こうやって断言をしないまま本当にずっと一生黒髪でいそうな気もして、本当に分かんなくてね。自分でも予定はないから、染める予定もないし、染めたいとも今思わないです。でもファンさんは結構黒髪が好きって言ってくれる人も多いし、染めるの見たいって言ってくれる人も多いからあれなんですけど、今のところないね。染めたい欲もないし染める予定もない。ピアスは一生開けないです。なぜかというと痛そうだから。絶対痛いと思う。だから怖くて。注射とかはね強くなったんですけどね、予防接種とか。でもピアスは怖くて多分一生開けないですね。でもイヤリングとかそういうの好きでね、40個50個くらいある。ファンさんとかよく送ってくれる。かな。それは一緒。ピアスは怖すぎる。いやでもピアス開けてる人ほんとすごいなと思う。綺麗よね。ランキング用もそろそろ終わらなきゃいけない。キャーマンさん、ホリちゃん、ナオチョミクリン、ホ
鳥の銃弾、ニコちゃんマーク、いつも常連さんなの本当すごいんだけど、白うさぎさん、はるみさん、イマッチ、ラブミクリン、リューチェル、せいじさん、しげぴ、とろとろサーモン、ありがとう、みんな見てくれて、いつも男女常連さんで本当にすごいミクイン愛すごい、みんなすごい、ありがとうございました。そうね、今来た方は申し訳ないんですけど、長々と2時間半くらい配信しちゃってたんで、そろそろ終わります。あ、そう、改めてあのオンラインの方完売と追加分ありがとうございます。あと漫画クションさん表紙なんで、そこもブブカとボムさんと、24日 BLT さん出たりするので、いろいろチェックしてみてください。あとまだ申し込みもできる、直接会える方はまだ2個申し込みができるので待ってます。まだあれ多分前日、誕生日前日のところにオンラインじゃないかな、直接会える福岡かなが、で直接会えるあのおしゃべり会があったけど、多分まだそこも完売してないかな、わかんない、たくさん待ってますありがとうございました、バイバイ。